トップコネクト3分でわかるビジネスモデル。さあ続いては今夜2組目のゲストをお迎えしましょう。体を張った過激なパフォーマンスで有名な電撃ネットワークのメンバーでコメディアンの南部虎太さんです。ええ、日本では電撃ネットワーク、海外では東京ショックボーイズというグループの一応社長もやってますリーダーの電撃ネットワーク南部虎太でございます。よろしくお願いします。南部さん、よろしくお願いしますね。僕が南部さんに持ってるすごい印象はピラニアを食べてしまったみたいな。ちょっと電撃ネットワークさんの活動内容、南部さんの考え方などいろいろゆっくり聞かせてください。それでは南部さんから3分以内でビジネスモデルについてご紹介していただきたいと思います。南部さん、準備はよろしいでしょうか？はい、それでは参ります。よーい、スタート。電撃ネットワークを話をするのに3分も時間はいらないと思います。今電撃 TV というあの YouTube をやってるんですが、再生回数がとても低いので、めちゃくちゃ面白いのに残念です。ぜひ皆さん見てください。それとあの今度なんかノンフィクションという番組があるらしくて、それで自分のことを取り上げるみたいです。ぜひ機会があったら見てください。よろしくお願いします。電撃ネットワークというグループはですね、例えばシドニーなんかだとオペラハウスというところを超満員にしてショーをやってるグループなんですけども、なぜか知らないですが日本ではさっぱりいたしてませんので、その辺皆さんもうちょっと世の中電撃ネットワークを楽しんでください。よろしくお願いいたします。以上。あ、以上ですね。 いいビジネスモデルですね。なんかそもそもなんですけど、はい、電撃ネットワークを始めるきっかけって何だったんですか、これ？ですね、私はもともとダチョウ倶楽部というところにいまして、ダチョウ倶楽部もともと4人だったんですけど、自分がリーダーだったんですけど、気がついたら自分だけ、テレビに出てないような形になってまして、つまりクビということになってまして、これで負けてたまるかと思いまして、電撃ネットワークを作りました。どんなコンセプトだったんですか、最初？コンセプトは一番最初に旦那小柳っていう背の高い男の子がいまして、彼が風邪ひいた時に、くしゃみをしたら鼻水が目から出たんです。それで、あれ、これちょっとお客さんの前でやってみようよ、鼻水じゃ分かんないからミルクでやってみようよってやりましたらですね、男の人は腹を抱えてひっくり返って笑ってるし、もう30年前ですからね、女性は手をなんか目を覆ってですね、ああ嫌だという手の隙間からこうちらっと見てるような感じだったんで、それを見た時に、あ、これからはこれだという、要するに世の中の人が半分受け入れて半分はつまらないと言われたら、これからの新しい時代が始まるんだなということが私の感性では受け止めましたんで、それから電撃ネットワークで世界を回るようになってます。ネタをどのように考えていくんですか、あの危険なやつ？いやー、基本的にネタはやっぱり作るのが大変なんで、ネタを作るのにやっぱりこういろいろ試行錯誤してほとんど失敗ばっかしです。逆に言うと失敗が面白いんですよね、人間というのは。自分でも本を出してるんですけど、あの絶対成功しない方法っていう本を出してるんですけど、世の中の人はみんな成功を目指してますけど、実のところ本当は、失敗ばっかり、最後まで失敗というのが一番のなんか理想的な形じゃないかなとは思います。世の中の人は本当にね、成功いいとこばっかし望もうと思ってますけども、そんなにいいとこばっかしはあるもんじゃないです。むしろ失敗してる姿がこう、次じゃあどうしようかと考えてるところが一番楽しいんじゃないかなと思いますけど。
確かサソリか何かも口に入れてませんでした。はい、サソリはうちでも飼ってます。時々脱走して下の部屋のベランダの布団のとこにこう落ちたりとかすると下からうわーという悲鳴が聞こえます。ええ、あ、サソリが下に落ちたんだなということで、謝りに行きます。なんか前ロケット花火かなんかも口にぶっ込んでませんでした。ロケット花火は今はお尻でやってますね。お尻にどうするんですか。お尻でパーンって爆発させるんです。ですからあの僕らのショーっていうのは割と、ちょっと、女性男性関係なくその痛みというものを感じる方がとても喜んでくれるような感じがしますね。素晴らしいですね、はい、あと僕が印象に残ってるのが大きなホチキスをおでこかなんかに当ててませんでした、はい、おでこにも当ててますけど最近新しく入ってきたランディって元ホストクラブのピアスだらけの男はタッカーで顔にガンガン打ち込んでますね。タッカー、はい、タッカーってあのトタンとかベニヤ板をパンパンパンってあの建築用のタッカーで止めていくじゃないですか。あれをもう体中バン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 やってますね。これちなみに痛くない？痛い？痛いでしょうけど、痛いんでしょうけど、それは自分がやってないんでわからないですね。ナムさんでもホチキス？あ、ホチキスはまあ大したことないですね。おでこに刺さってましたよね。刺さってますけども、あれも抜くときが大変なだけで別に刺さるときは一瞬なんであっていう感じで本当に体を張ったお笑いですね。そうですね、あのまあこれビジネスの番組なんでビジネスで捉えれば人がやらないところにはみんながやるところをやるよりも人がやらないところをやるっていう方が商売としてはやっぱり得なんじゃないかなと、これ参入障壁高いですよね。はい、あの他の方がやりたいと思ってもなかなか入ってこれない。そうですね、でもなんやかんやですね、人がほら例えば雪で滑って転んだりとかするときおかしいじゃないですか。あのおかしさっていうのは自分がやったら嫌だけど他人がそれをやる分には楽しいと、それを自分たちがやってるようなもんだと思いますけども。なるほど、いい仕事ですね。いい仕事ですね。やっぱりあのそういう意味で言ったときに日本人ってね結構シャイっていうか、なんていうか本当のこうなんかこう本当の自分っていうのを出さないんですよね。だから楽しいときは楽しいって言わないと人生は楽しくないですよ。そう思わないですか。そうですね、やっぱり楽しいって言った方が勝ちだし、最終的に残るものは何も残らないんでやっぱり楽しんだもん勝ちかなとは思ってますけども。はい、ナムさんもそういう生き方ですよね。はい、もうそれしかないですね。今もう72になりました。72になりましたけど他にできる仕事がないんで仕方がないです。これやるしか、未だにやるしかない。やるしかないですね。だって周りから見てあこれ言っていいのかなこの時間だ、まあこの時間だから大丈夫だ、あのたあの自分のたまたまに、うん、あの大きいブロックとなんかをこうぶら下げてですね振り回したりとかするんですけど、やっぱりね人間がね自分が裸を見せられなくなるとやっぱり痛々しさも感じてしまうんだけど、でも自分はそれしかできないんでもう相手がどう思おうが勝手に痛さを押し付けてるという感じですかね。痛いですよね。痛いです。痛いですけど最近はですねたまたまにあの小学生の理科の実験であのエッグをですねゆで卵を牛乳瓶の上に乗っけても落ちないですけど中に燃えかすをポンと入れると中にピュッて入っていくじゃないですか。あれを私のたまたまでやってるんですよ。言ってる意味分かりますか。たまたまの上に牛乳瓶を乗せて
燃えかすを入れると中にたまたまが吸い込まれるんですよ。それで抜くとポンと音がするんですけど、それをショーでやってますね。それまずくないですか？いや、まずくはないですけど、 YouTube には上げられないですね。すぐ落ちちゃいます いやー、しかし人をこう体を張って楽しませるって、はい、素敵ですね。はい、そうですね。ただ日本の方はまだまだ自分たちの理解が少ないせいか、営業が少ないです。皆さん、これだけ多くの社長さんたちがいっぱいいるんですから、とんでもない社長さんたち、私たちを呼んでください。呼びたくなってきましたよ、これは。了解であります。内田さん、ありがとうございます。いつも、はい、そろそろお時間となりますので、ここで締めさせていただきます。今夜2組目のゲストは電撃ネットワークのメンバーでコメディアンの南部トラタさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。